なぞりろーだってってなぞりろーだってってお前が言ってるその理屈はなぞりろーやあ佐々木健介だよ。勇者の選択肢がおかしい2年半ぶりに帰ってきました。作者さんがね、2022年中に第4話を公開しますみたいなことをね、割と早い段階で言ってたんですけど、まさか12月31日、大晦日のギリギリになって公開しました。2年半ぶりです。前回第4話をね、公開してした時ってね、俺 VTuber 始めて間もない頃だったけんね、えらい前なんですよ。だからね、第4話の内容を忘れたまま第5話やっていきたいと思います。あ、こうこれはな、前回第4話クリアしたところで終わったんよな。セーブデータがこれで合っとるかどうかもちょっとあやふやなんですけど、こっちやな、おそらくこのまま第5話を続けてプレイしますか。お願いします。第5話打って変わってマグマだらけ。ほんまにマグマだらけじゃん。なんかもうほんまにラスボスのところ来たような感じの雰囲気になってるけどな。第5話やぞ。全第8話って聞いてるけど第5話やぞ。まあちょっとラスボスには早いんじゃないのみたいな感じやけどな。かなりの距離を冒険してきた勇者一行、マグマが吹き荒れる火山の頂上にうっすらと魔王城が見え始めるところまでたどり着きました。あ、でもここからの道筋がちょっと険しそうな感じがするけんな。この熱い空気の中、あなたたちはいよいよ魔王との対面も近いと意気込みます。そこで仲間のジバンが話しかけてきました。いよいよだな、二人とも慎重に行くぞ。出た。2年半ぶりやけんさ、お前の名前ジバンってことを完全に忘れてたぞ。特に山田、お前はお調子者だから、ここからは本当に気を引き締めて行ってくれよ。もう最初から山田やけんね。このゲーム名物、主人公の名前、なんて決めても山田になってしまうという説。お調子者じゃなくて山田なんですけど。出た、通過儀礼。今の選択肢、今のセリフに至ってはさ、ちゃんと山田って言おったけんな。お調子者の山田やけんな。座布団運びの山田っていうか、お調子者の山田っていう感じで捉えられてしまうからな、お前。そっちの方でね、こいつはもう通ってしまうから。絶対兄貴はそう言うと思ったっす。久しぶり。この感覚久しぶり。すまん、今のは俺は悪かった。別に振りとかそういうわけじゃなかったんだ。地盤に謝罪された後に、あなたたちはマグマ地帯を歩いていきます。何の悪くもないよ。地盤何の悪くもないよ。なんか来た、後ろからなんか来たぞ。その時です、あなたは聞き覚えのある声を耳にします。あ、もうこんなところまで来てしまったのね。来たらあかんって言ったのにな。わあ、来た。その声のする方向を見てみると、そこにはあの魔王の仲間である二人、アイムとケイレブがそこにいました。あったな。これ確か第3話だったかな。出てきた二人だったな。この左のすごい可愛いお姉ちゃんに至ってはね、なんか言い寄られたからね、逆にね、口説き返してやったんですよね。ずいぶん前の話、懐かしい。何しに来たんだお前ら。もちろん邪魔をしに来ました。帰らへん、そっちが悪いねんで。大阪のおばちゃんみたいな喋り方してるからな。二人がそう言うと、アイムは何やら呪文のようなものを唱え始めました。うわ、出た。その次の瞬間、地面が盛り上がり、あなたたちの目の前に大きなマグマに包まれたゴーレムが現れました。 RPG の定番ゴーレムです。結構強そうやな。この子、本当の本当に強いから死にたくなければ帰った方がいいわよ。くたばれー。わ、ちゃんとしたエンカウント始まったぞ。このギャグゲーがちゃんとしたエンカウント始まったぞ、これ。BGM がちょっと初代のポケモンっぽいの、なんか
ジバンは水魔法を唱えた。しかし失敗してしまった。シャイロは、持続回復魔法を唱えた。味方全体は毎ターン HP 回復します。優秀で、俺のターンか。説得しよう。落ち着け、マグマゴーレム。落ち着くんだ。俺は山田だ。落ち着くんだ。相手からは初対面だよ。あなたはマグマゴーレムに近づき、お前が落ち着けと言わんばかりの説得を試みた。マグマゴーレムは混乱している。困惑してる。ちゃんと常識的な対応。ってなる。なんて人間味のあるゴーレムで、マグマゴーレムの行動。マグマゴーレムは炎の魔法に包まれた拳を新たに振り方します。ヒット。山田に123のダメージ。でかい。なんか手加減された。そんな風にあなたは感じます。これで手加減されてるの。さほどのわけのわからない説得が効いたのでしょうか。が効いてんのか。説得しなかったらもっとダメージでかかったんじゃ。で、そこにジバンは水魔法を唱えた。ヒット。マグマゴーレムに876のダメージ。マグマゴーレムは弱体化した。さすが魔法勇者のパーティーやな。876もダメージだな。あ、逃げた。一発で逃げた。ジバンナイス。逃げちゃったっすね。ついでのあの二人組もすでにいないようだな。何だったんじゃ。第5話のカマセイルになったんでね。が見渡すと、そう逃げた魔物は愚か、魔王の仲間であるあの二人も姿が見えません。何しに来たんじゃ。まあそのうちまた邪魔をしに現れるだろう。怖いっす。もしさ、次に現れるのが第6話だったとしたらさ、その第6話いつになるでしょうね。今年中にお願いします。2023年にやってますけど、今年中にお願いしますよ。魔王の追手に油断しないよう気を配りながら、遠くに見える魔王城を目印に、勇者一行は歩みを進めます。その後、それなりの距離を歩いたところに行くと、あなたは気がつきます。なんだ。先ほどのゴーレムから攻撃を受けた右腕がヒリヒリと痛むことに。ああ、ダメージがちょっと残っとんじゃ。その痛みはだんだんとひどくなっていきます。正直、立っているのがやっとです。なんか時間差攻撃になってる。二人はあなたの様子がおかしいことに気がつき、話しかけてきます。わ、大丈夫ですか、兄貴。腫れてるね。うわ、ひどいなこれ。服をめくって見てみると、赤く腫れていることが分かりました。痛みの正体は火傷のようです。そりゃ炎のゴーレムやもんな。シェイラちゃん、助けて。シェイラ、助けてくれ。まあ回復ヒーラー役やけんさ、シェイラに助けを求めるのが当たり前やな。あなたはシェイラにそう助けを求めました。もちろんっすよ、力抜いてください。アンパイやなこれが。シェイラはそう言うと回復魔法をかけてくれました。すると痛みはみるみるうちに消え、真っ赤になった腫れも徐々に収まっていきます。もう平気っすよね。あとはきちんと冷やして安静させてくださいっす。おう、シェイラちゃんマジ神。あー、一般的に火傷の治療法、どこにそんな氷あった。あったとしてもこんなところに来とったらすごい溶けるでしょう。そう言いながら、ジバンが魔法で、魔法で作ったのね。なるほど。氷をシェイラはあなたに手渡してきます。なんと言いました。好きです、付き合ってください。あなたは意を決してシェイラにそう言いました。シェイラは心底驚いた様子で、あなたを水病を見つめた後、少し怒った様子でこう言います。兄貴、そういう冗談をびっくりするからやめてほしいっす。冗談に思うのか。アドの告白は冗談として扱わせました。残念。ギターの侍出てきたぞ。怪我を治療し、調子も戻ったので勇者一行は歩みを再開させました。あんまり足元にはならなかったな。その後はこれといったトラブルもなく歩みを進めることができました。モンスターどうも全くいません。ここは熱すぎるせいでしょうか。本当に平和でした。恨み出とんでないか。このリッチに魔王城建てて恨み出とんでないか魔王。あまりにも平和で拍子抜けしたあなたはふと気になって二人の様子を見てみようと思いました。どちらの顔を覗き込みますか。自分自身でなんだ。物理的にやるんや。物理的に頑張ってみるんじゃ。あなたは自分自身の顔を覗き込もうとしました。
無気になるな。しかし、どう頑張ってもジムジーの顔は見ることができませんでした。当然である。なんてことだ。なぜなら、自分の顔が見ない方向に眼球がついているからです。それは、人体の構造の敗北を意味していました。そこまで詳しく説明せんでええねん。あなたは悲しくなってしまいました。一体、何がどうしたんだ。もしかして、疲れちゃったっすか。ああ、顔真っ赤っすね。そう言いながら、シェイラはあなたの両方に手を置きます。やめろ、シェイラ。だから惚れるんだよ。ほら、こんな顔になっちゃった。さらに熱くなった。休憩した方が良さそうっすね。あ、おう、そうだな。ジバはもう一回氷出してくれ。勇者一行は一度休憩を取ることにしました。休憩を取ることにした3人は体を休めるため、とりあえず座り込みました。しかし、この灼熱の中、座り込むだけでは徐々に体力が奪われているだけでした。ああ、こういうことももう見過ごして、魔王はここに今王女を立てたのか。魔法で大きい氷出してくんない？それだっすー。なぜ早く言わない？てか、なぜ早く気づかない？俺ちょっと頭の中で思っとったよ。魔法で大きい氷出せばいいんじゃないかなって俺思っとったよ。言わなかったけど。てか言ってもお前らには伝わらなかったけど。勇者の仲間たちは熱すぎて思考がうまく回らない様子だった。まあわかるよね。わかる。まあ、炎天下の中で運動と違うよったらさ、ドキッとして頭が思考停止に陥るときあるよね。出たー！いでよ！うん、それはいいけど、どこからこのプール出してきたん？どこからこのプール出してきたん？それはちょっと気がかりでしょうがない。ジバンは魔法でビニールプールと大きな氷を生成しました。ビニールプールも魔法で生成したの。便利すぎるやん。お前、一家に一台欲しいぞ、子供のために。勇者一行はこの氷にへばりつきます。気持ちいいっすー。どうしますか？脱ぎましょう。何のためらいもなく脱ぐな、お前。あの備蓄隠すな、お前。余計になんか卑猥に見えるわ、お前。あなたは全裸で氷に抱きつきました。さすがにちょっと寒いくらいかもと感じました。凍傷になるから触れすぎないようにしような。勇者一行はひとときの極楽を満喫しました。あー、なんか魔王城にこれから攻める3人では思えませんね。下物に乗るもん。うん、女おるんやぞ、お前。一時すると氷もかなり溶けてきてしまいました。そろそろ行くか。そうっすね。あとお前はいい加減服を着ろ。やだー。いやー、いやいや聞いたやつじゃん。子供のいやいや聞いたやつじゃん。あなたは着衣を断固と拒否しました。なんだかんだに嬉しいできた勇者一行は再び魔王城を目指し歩き始めました。あ、ノータッチでええんじゃん。違和感がすげえな。真ん中の下らへんの違和感すげえな、お前。なぜ裸なのか。これさもね使おうかな。そして勇者一行はついに長い長い長旅の末、なんか長い長いって長旅の末って言ったら頭痛が痛いみたいな言い方したんだな。すぐそこに魔王城が見えるところまで来ることができました。魔王城は赤い幕間に覆われており、たどり着くには目の前にかかる橋を渡らなければなりません。おー、なんかボロいな。ちょっとボロいか。あー、どうだろう。ちょっとここに何かありそうな気がするが、いかにも怪しげな橋だが、歩いてたどり着くにはここからしか行けないようだな。これは論外として、ねえ、マインクラフトやってみるか。マインクラフトやってみよう。仕方がない、マグマを泳いで渡ろう。裸やけんさ。裸やけん余計さ、カオス感が増しとるんよ、お前。あなたはそう提案し、すぐさまマグマに飛び込みました。何バカなことをやってるんだ。待て、山田。ありけー。あなたはマグマに勢いよくダイブしました。あっつい。マグマに浸かった瞬間、あなたの体は全身からの熱の暴力で襲われます。当たり前ですが。
むしろさ、暑いって感じることができるだけまだマシなんよ。夜が入ったらさ、一瞬で体溶けるけんさ、暑いと感じる暇もないじゃないの。そのマグマは石からを吸い取られるような、そんな感覚を覚えながら、あとは上等に沈んでいきます。I'll be back。 そのまま溺れ、あなたは意識を失いました。当然ですが、マグマのお腹に落ちて気を失った勇者は仲間に運ばれて一度国に帰ることになりました。マグマの中でも泳げると思い込んでいた勇者はショックでした。熱すぎるものの前では人間は無力だということを知ったのです。それでも諦めません。必ずマグマの中でも耐えられるようになってみせる。そう言い込んだ勇者は毎日お風呂に入るようになりました。これまで入ってなかった。お湯の温度を少しずつ上げ続ける修行を始めたのです。ジバンとシェイルはのぼせた勇者を解放しながら、まあ死なない通りに好きなだけやらせようと決めました。冒険はどうした。熱中水泳。もう裸芸やん。ピカワ鉄郎かダチョウクラブかなんかなこれ。セーブしないから最初からやり直しましたけど、相手戻ってくるのが早くて助かりました。さーて真面目になろう。まあ服は着ないけどな。じゃあまあ普通に橋渡ってみるか。なんか嫌な予感をするけどね。この橋に何か細工したとしたら魔物たちも渡るときに困るだろうから、きっと大丈夫、橋を渡ろう。あとはそう提案しました。まあ一であるといえばあるかな。そうそうだな。だがそれを決定するためにまずすべきことがある。なんだろう。ジバンは真剣な顔で語りました。服を着ろ。そこか。魔王城は目の前なんだぞ。そんな姿で叩く気か。なんと答えますか。逆位的は動揺するかもしれない。いや逆に考えてみてよ。逆位的は動揺するかもしれない。あでもこの作戦に対する熱い思いを語り始めました。逆に逆転さらき出していこうと思うんだよ。やってやろうぜ。何かお前あそこまでさせるんだ兄貴。そうやって騒いでいると遠くからサイレンのような音が近づいてきました。あ、ケビタイかな。なんか思っとったケビタイと違うな。国家権力来た。全員が振り返るとそこにはパトカーが飛んでおり、どんどんあなたたちに近づいていきます。そう、敵側も割とカオスなのである。お前らかい。あ、割と早く出てきたな。お前ら再登場早かったな。ちょっとコーヒー飲みます。飲みました。そこのあなたたち何してるの。魔王たちから、魔物たちから通報があったわよ。魔物が通報したんじゃ。この辺で騒いでる全裸の変態がいるって聞いたで。なんか魔王城の方がまだ秩序いい感じらしいなこれ。パトカーの中にいる魔王の仲間が、そう勇者一行にスピーカーで話しかけてきました。ワイドちゃんと警察してるなこれ。いやお前かーい。何してんのよ。つい出来心で。犯人の言い訳。詳しくは書で聞くわ。どこお願いします。いや普通に逮捕される普通に逮捕される。そうしてあなたは警察署へと連れて行かれてしまいました。次からは気をつけてねと厳重注意を受けた勇者は一度国に帰ることとなりました。強制送還のやつやないかお前。外国人が逮捕とかされた時に行うやつやないお前。勇者は恐怖に震え上がりました。なんて恐ろしいんだ。巧妙な桃たちの作戦により勇者は前科をつけられるところでした。そしてただ拳で戦うだけが戦闘ではないと強く実感させられました。そこで勇者は思いました。どんな場面でも戦うわけには法律戦うためには法律を学ばないといけないと。あなたは自身を陥れた桃たちを倒すために法律を抜き道を探しました。その後勇者は弁護士へと就任。今日も京都で勇者は法廷で戦っています。勇者じゃなくなっとんじゃないか。拳だけで戦うのが戦いじゃないんだよ。それとこれとは別。すっかり忘れとったけどさ、これ途中でも一応セーブできるよな。忘れとったわ。
いちいち最初から戻っていきよったけどさ。じゃあここよね。人類の本来あるべき姿をしているだけだが、あれ同じや同じや誤解だ、俺は無実だ。もう脱いどる時点であかんかったらしいわ。脱いじゃあかんってことが分かったんだよね。この氷の下りにすら脱がないように立ち回ってみました。だからそのキルの選択肢もないけんこれでいいんだろうな。その場合で橋を渡る選んだらどうなる。この辺の文章はまあ一緒か。じゃあちょっと怖いですけど渡りましょう。勇者一行は恐る恐る魔王城に架けられた唯一の橋を渡っていきますって感じ。慎重に行く。まあ危なかったらこの橋渡るなって看板に書いてるっすよね。いやどうだろうな。セーブしとこう、とりあえずセーブしとこう。なんかバグったような見た目になっちゃった。バグったような見た目じゃん。セーブしたら一級さん方式。少しあなたたちは前に進みました。ステップとか。右左真ん中。おい山本兄貴、ジバンとシエロはそのとっさの時ごとに対応できません。あなたは僕もに勢いよく筋進みました。ああ、なんか見たことある光景、見たことある光景、なんだこれ。でもその時あなたの目に映ったものは地震と共に落ちてきた少し赤っぽい色をした橋の一部でした。えなんだ、橋の一部があったけどそれぐらいしか変わりようがなかったな。真ん中はあっとんちゃうかな、知らんけどさ。真ん中右右で行ってみよう。コマンド入力始まったな、これ。左上、右上、左上、上、あれ真上、よし。何このコマンド系、突然コマンド系始まったけど。少しあなたたちは前に進みました。ゆっくりとでも確実にあなたたちは橋を歩いていきました。いけたかな。お、もうすぐ渡りきれる、そんな時でした。うわあ、お前かー。ドゥグー、目の前に現れた一人の魔物により鉢が壊されてしまいます。これ以上来たらあかん。ケイレブがひどく興奮した様子であなたたちの目の前に追い立ちました。警察じゃなくなってる。キャー、出たの。橋は今でも壊れ沈んでしまいそうです。早急に橋の向こう側に飛び移る必要がありますが、ケイレブがそれを許しません。まずいよ、もだ。早くこいつを倒すぞ。おーっと、ここでもエンカウント。またお前かって感じだよ、お前。女の方と話がしたい。っていうか、付き合いたい。ジバンは、水魔法を唱えたヒット。ケイレブに342のダメージ。ケイレブは少しだけよろめいた。シェーラーは橋にも回復魔法を唱えられるもん。で、崩壊を遅らせることに成功したが長くは持たない。私この橋に回復魔法は当てておくっす。それ回復魔法というか修理魔法な感じがするね。橋が崩れ去るまであと3ターン。ちゃんと3ターンっていう期限が分かっている感じ。そして俺のターン。挑発してみようか。山田はケイレブに人差し指を向け、そしてクリッでした。あー、動じてない、冷静だった。ケイレブの行動チクッとするで。ホラマをまとった右で山田に拳で突き出したヒットで、ジバンの攻撃で氷魔法374ダメージ。シェーラー魔法を続けております。なんだその時あなたの目の前に鶴のようなものがニョキニョキと伸びてきました。なんでこれ、ジャックと満面の木。なんだこれ。あ、そう思いあなたはシェールがいる方向へ視線を向けました。するとどうやら橋に絡みついている植物も一緒に回復魔法をかけてしまっているようです。なんだこれ。これが何だって言うんだ。目の前の鶴なんかおったってしょうがないだろう。あー、なんかこれ橋なんか鶴がどんどん回復していったらケイレブに何か起こせるかもしれんな。やってみよう。シェイラ、もっと橋に回復魔法をかけるんだ。え、わかったっす。
シェールはあなたの言葉を聞いて魔法の力を強めました。すると橋はみるみる修復されていきます。おお。しかし橋にまとわりつく植物も一緒に大きく太く成長していきます。あー、敵だったこの植物は俺らの敵だった。次の瞬間、その植物はあなたの体に忍び寄り、そして締め付けてきました。く、うるじ。シェーラはその様子を見て魔法をかけるのをやめましたが、ギリギリと徐々に締め付ける力が強くなっていきます。その力は弱まる様子はありません。このままあなたは意識を失いました。ああ。巨大な植物に締め付けられて気を失った勇者は仲間に阻まれて一緒国に帰ることとなりました。それからというもの、勇者はあの植物に締め付けられた感覚が忘れなくなってしまいました。なぜか気持ちよく感じてしまったのです。ああ、なんか嫌な扉開いてしまったのよ。勇者はあの素晴らしい体験を求めるようになります。もう一度体験したい。ではどうすればいいのか。再度シェイラーを連れてあの場所に行けばいいのです。今日も勇者は魔王を倒すべく奮闘します。一つだけやましい目的を抱えながらとんでもないものが見えてしまった。飛ばしてしまったけど、ここさ、挑発は全然あかんかったけんさ、一回ちょっと突っ込んでみようか。なんでやねん、そういう突っ込みじゃねえんだよ俺が戻った突っ込みじゃないわあなたはケイレブに突っ込みました。なんでやねん。そりゃそうなるわ。おい、ふざけてる場合じゃないぞ山田。素晴らしいノリツッコミの連鎖です。あなたは感心しました。感心してんじゃないよお前。でチクッとするのせいで本能のダメージ、この辺は一緒で、ツールがまたできた。これ敵だって分かっとうけんさ、ツール追っとった方がええんか。山田は目の前のツールを鬱陶しく思ったのでポキリと折りました。ケイレブはあなたの手元を見てそわそわしています。何もしてくる様子はありません。なんで、え、手元を見ようって何。まあ地盤の攻撃、あー黒焦げになってるいいぞ。でシェイラー回復魔法、このターンが過ぎると橋が崩れ去るだろう。んで俺のターン、なんかさ手元を見てじっとしてる感じ、鶴がなんか弱点になっとんか。やってみよう。山田は先ほど折った植物をマグマに向かって投げ捨てました。あ、ケイレブはそれを見て我慢ならない様子を勢いよくそれを追いかけました。そしてそのままマグマの中へ落ちていきました。猫じゃらし的な感じだったんじゃないか知らんけど、よくやった山田、早く向こう岸に渡るぞ。そんな鶴だったんじゃ。あなたは大きくジャンプして地盤にはシェーラーを抱えて飛び移りました。来たー、よかったー村井。あなたたちが魔王城の入り口付近に着地した途端、橋はガラガラと崩れて跡形もなくなってしまいました。ふぃー、危なかったっすね。これ帰るとき大変だな。何はともあれお疲れ様でした兄貴たち。ああ、シェイラもね。ほんと危なかったね。誰だ橋を渡ろうとか言ったやつお前だよお前。お前の山田の兄貴っすね。なんとあなたでしたまあ何せ渡れたんやん、よかったやん。なんとか危機をかいくぐり魔王城の目の前までたどり着いた勇者一行、そしてついに魔王城へと侵入することになりました。いよいよだな。ドキドキするっす。先頭に立つあなたは大きな大きな扉に手をかきます。そしてゆっくりと開きました。どんな感じだろう。あ、ここで終わりか。そうよな、全8話って聞いとって第6話でもう第6話でようやく中の話って感じやな。というわけでね、第6話でセーブしときます。というわけでね、皆さんご視聴いただきありがとうございました。第6話せめて今年中にお願いしますよね、作者さんという気分でやって思ってちょっと楽しみにしておきます。久しぶりですがやっぱこのゲームおもろいわ。ツッコミどころが多すぎて今回全裸になったからな。さあ次回、勇者の選択肢、またおかしいところを見せてくれ。じゃあな、おつけい。